はい、酒好きな新潟人の飲酒動画。今回は札幌の、第3のビールで、グリーンアロマ。糖質 80% オフ。3種のボタニカル素材による心地よい香り。アルコール度数 4%。3種のボタニカル素材とはホップ、コリアンダーシード、オレンジピールです。オレンジピールにはマンダリンオレンジまたは温州みかんを使用。あー、これオレンジの味するやつか。原材料が発泡酒、カッコ、麦芽とホップと、糖類と水溶性食物繊維と、エンドウタンパクとコリアンダーシントと、オレンジピール。と、スピリッツ、カッコ、大麦。なんか、エンドウタンパクがなんかやばそうな味しそうな気がするな。やばそうな気がするな。なんかやばそうな味が、まずそうな雰囲気がするけど大丈夫かな。エンドウタンパクってむちゃくちゃまずいんだよ。エンドウタンパク使って第3のビールの、ドラフト案がくっそまずかった気がする。エンドウタンパクだったから。確かエンドウタンパクなんだよな。やばい。これやばそうなのか。それじゃ乾杯。あ、これはまずいわ。普通にまずいわ。これあれだ。やっぱエンドウタンパクだわ。この味。ちょっと酸っぱい香り。香りが酸っぱい香りがする。あー、これドラフト1だな。ほとんどドラフト1のまずさをうまく継承してるね。薄い。薄い味が。水っぽい。ものすごい水っぽい。で、なんか、ボタニカル素材とかって言って、オレンジのうんちゃらかんちゃとか書いてあるけど、全然オレンジの味も、そっぺもねえな。オレンジの味する？いやー、しないな。それよりも、エンドウタンパクの味っていうか、ドラフト1の味が、ものすごいわ。これやばいわ。これやばいわ。まずい。もうまずい。俺の第3のビールで一番嫌いなドラフト1。なんだっけ？札幌か？札幌のドラフト1だっけ？これ札幌ですね、ドラフト1。これまだ売ってんのかよ。これクソまずいんだよ。一番嫌いなんだ、第3のビールの中で。ドラフト1。気分が悪くなって吐き気を催したのが初めてだったね。このドラフト1。こちらがですね、エンドウタンパク使っております。はい。これなんですよ。これと味が非常に酷似してる。言うなれば、非常に、ビールテイスト飲料のノンアルコールビールに非常に味が似てる。うん。まずい。その一言で、もうないわ、と。言うことは何もない。まずい。気持ち悪い。なんか、吐き気がする。気分が悪くなる。これ確実に一つ星だな。これはありえん。
パフュームがなんか CM やってるっぽいですね。パフューム好きなんですけどね。パフュームは、好きなんです。テクノポップ。ね、パフュームね。パフュームの女性が非常にアジアンウーマンみたいな。非常にね、なんか、綺麗な人たちで。パフュームいいね。パフューム。とても大事な、なんとかんとか、んずねててて、てーて、すごい !1988 年の12月23日。あ、俺の1歳年下だわ。へー。しかも全員 A 型っていう、攻略好感が持てますわ。1988年と1989年のこと、88年が全部同じ世代ですね。同じ世代っていうか、同じ年っていうか、年は一応、うん、同じなんだな。全員多分、3人とも年は同じっていうか、うん。へえ。やっぱ血液型はね、もうみんなね、A 型が俺好きなんで、A 型以外はもう基本的に俺結婚したくないね。うん。言うなればぶっちゃけた話、付き合いたくもない。うん。特に B 型と O 型は最近嫌いですね。ああ。なんかね、O 型はね、あれなんですよ。大型の俺が、会社のね、男の人がいるんですけど、なんか大型っておおらかとかって、よく言うじゃん。大雑把とか。でもね、そうでもない人もいるんですよ。大雑把な人もいれば、っていうかね、だいたい2種類です。大雑把か、神経質か、どっちか。で、その人は神経質ね、なんかどうでもいいようなことになんか、あれしてくるんだよね。注意してくるんだよね。まあ、そんげぐれいろって。そんげぐれいろがやって。いうレベルですよ。ね。言うとこまで注意してくれる。ほんと些細なことなのに、なんか勝手になんか切れてるんですよね。でね、切れやすいんです、体質。俺の父親もね、すんごい切れやすくて、なんか常になんか怒ってるんですよ。で、口癖が、これ。こう、舌打ちが口癖なんですよ。口癖みたいなの。なんで、それで大型なんですけど、ものすごく嫌い。早く死んでほしいですね。だから、大型とね、B型、B 型は嫌いです。かといっても AB 型も、昔、女性で、まあ昔っていうか、昔でもないか。
1年前、俺が会社で、太ってた、80キロぐらいある女の人に、俺と同い年の人にね、まあ、こう言ったんですよ。〇〇さん、その太ってる人は、俺よか、ガタイがいいから、俺よか絶対力ありますよって言ったんですよ。別の人に。そしたらその太った子は何て言ったか。ユッキーさん、それセクハラですよって言ってきた。は？は？何それって。何がセクハラなのって。お前わざわざデブっていう言葉を避けて、お前ガタイがいいっていうことにわざわざ言ってやったのにな。何がセクハラだよって。本当にさ、何でもかんでもさ、セクハラセクハラって言ってくる女いるじゃん。マジで大嫌いなんだけど、ああいう女は。何あれって。で、そいつは AB 型なんです。で、それでもう AB 型は嫌いになったんです、俺は。だからもう AB 型も除外。んでね、唯一ね、A 型だけね、ほとんど俺の今の会社だと、ほぼ悪い人間はいないですね。B 型のね、特に女がね、女性の B 型がマジ気違いの類で。まあ、考えられないと思いますが、他人にね、死ねとかいう人間が、女がいるんですよ。50歳ぐらいの、ババアなんですけど。平気で死ねとかいう人間がいて、早くこの会社辞めた方がいいよ。お前、使えないから、みたいな。こと平気で言う。畜生な、ババアがいてですね。そいつが B 型なんです。で、それだけだったらまあわかるんですけど、その周りの取り巻きがですね、全員 B 型なんです。もう、あれでしょ。もう、釈明の余地はないでしょ。もうこれですよ、B 型は。うん。ただね、一つ言っとくと、B 型っていうのはね、男性の B 型は非常にいい人が結構多い。うん。ものすごくね、女性は、ゴミなんですけど、男性が非常にいい。人が多い。まあ俺結構血液型っていうのを結構信じる方なんで、血液型占いとか。まあ、非常に信じる類なんで。まあ、科学的根拠は全くありません。まああれと同じですよ。あなた幽霊を信じますか信じませんかみたいなもんです。医学的には全く、あれです。血液型で性格が変わるなんてことは一切ありえません。うん。一切ないらしいです。医学的根拠は全くありません。ただし、まあ、ね、
あるじゃん、そういうの。俺は幽霊とか信じない派ですけど、でも結構怖いんで。怖がりなんで。夜中に、深夜、今、1時ですけど、深夜1時に、廃墟の、どこ、病院行けって言われたら、もう行かないです。絶対行かないです。死ぬわ。死ぬから行きたくない。本当に、そんなの、マジ、断固拒否。信じたくないんですよ。幽霊とかいないって思いたい。だけど、本当にいたとすると非常に怖いので、あくまでも心の中ではいないと思いたいんです。まあ、それはまあ置いといて、幽霊は若干その心の中で信じてる感じはあるんですけど、ただ一つだけ確実に、これは、嘘だな、と。いうのがあって、いわゆる UFO。あれは、絶対に信じません。絶対に信じません。あれはただの、まあ UFO とか、まあ、何かがいろいろ影響してきてるんですよ。うん、まあ、ほぼ間違いないでしょう。まあ、UFO だけは絶対に俺は信じないです。まあ、大体見たこともありませんし。まあ、幽霊もまあ見たことはないですけど、なんか、こう、ピッと、ある、時、ピンとなんか後ろに気配が感じたとか、いう時がごく稀にあるんですけど。はっ!ってかって、後ろ見ると、まあ何もないんですけど、こう恐怖感に駆られることがあるんで、まああれはちょっと、ある種、いたら怖いんで、ちょっとうーってなるんですけど。まあね。でも UFO に限って言うと、そんな気配も全く感じたこともないし、ね。あんなガセですよ。いわゆる。ガセネタ。昔ありましたでしょ?スカイフィッシュ。あれも嘘です。ああいうなんか、ネッシーとか。あれも絶対俺信じません。スカイフィッシュはあれは完璧に嘘。もう、科学的にもうあれ、解明されたからね。まあ、俺そもそも、スカイフィッシュに関しては、まあ、俺からは言いませんけども、あれは完全に嘘だと証明されました。で、俺が思ってた通りの答えだったね。もう、もう、一目見たときに、なんか、これって、ただのハエじゃね?って思ったんです。ただ単に、カメラの、カメラ越しに映してるから、こう、ひらひらと、なんか、ひだみたいなのがね、こう、なって、こう、シャーって、ね。いわゆるスロー再生で見たとき、見たらそうなるだろう。だってブレるだろう。俺がこうシャーってやってる、やってカメラで撮ったら、ペシャって撮ったら、ちょっとこう、ブレっていうか、こう、残像が残るでしょ。結局、正体っていうのはそれだったんです。だからね、バカかよって。もう俺最初から俺分かってたから、俺それ。ね。あれは本当に、にわかの、にわかっていうか、ただ単にあれでしょ。ちょっとこう、ね。その目立ちたがり屋の、みたいな、そういうことでしょ。ろくでもない。ろくでもない、テレビ局が。無駄に目立ちたいからみたいな、そういうなんか、そういう魂胆のなんか、
やつだ。まあ、とりあえずこれはまあまずい。二度と買わない。1121です。ご視聴ありがとうございました。